はい、今日の質問です。アメイジングレースというゴスペルが大好きです。この歌の意味とその背景について教えてください。はい、この賛美歌、世界的に知られていますね作曲者は不明です。おそらくアイルランドかスコットランドの民謡だと思われます。そういう説が有力ですね。さあ、いつものように3つ申し上げます。 1>, 1番目作詞者は英国人のジョン・ニュートンです。彼は1725年に生まれ1807年に天に召されました。彼のお母さんが敬虔なクリスチャンです。しかし彼が7歳の時に亡くなりました。その後彼はお父さんに見習って船乗りとなったんですけれども若い時から奴隷 貿易に手を染めるようになり巨満の富を得ました当時は西アフリカからアフリカ人を積んでアメリカやイギリスの植民地に奴隷を運ぶ仕事があったんですね奴隷売買っていうのが大変利益が出る商売だったわけですね2番目に彼が22歳の時に天気が訪れました 船が嵐にあって転覆しそうになったんですね。浸水してきたわけです。その時に彼は初めて真剣に神様に祈りました。その時に積み荷であった貨物が穴を塞いだので浸水は弱くなったそうです。そして奇跡的に船が助かりました。まあお母さんの信仰が 彼のうちによみがえったんでしょうね。それから7年後、彼は船を降り、その後、英国国教会の牧師への道を歩み始めました。晩年の彼は大変良い働きをしております。イギリスでは19世紀の初め、ウィルバーフォースという人が奴隷廃止運動を展開しました。彼はクリスチャンのリーダーであり、同時に国会議員ですね。 そのウィルバーフォースの奴隷廃止運動に対してジョン・ニュートンは自分の日記や記録を全部提供していかに奴隷貿易が悲惨なものであるかという承認になったんですねさあ3番目この賛美歌は彼の信仰告白の歌です奴隷貿易に携わったことから来る在籍感を彼はここで告白してるんですね そして私のようなものが神から許されたその神の愛の大きさを彼は「グレイス」という言葉で表現しているんですねしかも「アメイジングレイス」だからびっくり仰天するような腰を抜かすような恵みだと表現しているんですねこの賛美歌は実はそれを歌う一人一人の 信仰告白の歌でもあるんです歌っているうちに自分の物語になってくるんですねそれゆえこの歌が世界中の人々に愛され親しまれているんですねぜひお一人お一人が神様の大いなる恵みに触れてくださるようにではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました